今回は無料で使える画像編集 AI ツール、クリップドロップについてご紹介します。クリップドロップを使うと、人物の切り抜きや、存在しない部分を保管させたリサイズをシンプルな操作で行えます。ぜひ最後までご覧いただいて、クリップドロップを使いこなせるようになりましょう。それでは早速、クリップドロップの使い方を確認していきましょう。まず、クリップドロップのサイトにアクセスします。 クリップドロップのサイトのリンクは概要欄に貼っておきますのでそちらをご確認ください。クリップドロップのサイトを表示したら Try for Free と書かれているボタンをクリックします。すると下の画面にスクロールされます。クリップドロップではいくつかの機能が用意されていますが今回は3つご紹介します。まずはアンクロップという機能についてご紹介します。こちらの機能は画像の足りない部分を AI が 勝手に生成してくれる機能です。まずは変更したい画像をアップロードします。今回はこの写真をアップロードしました。この状態で下にある NEXT と書かれているボタンをクリックします。そうすると画像になかった部分を自動的に生成してくれます。たったこれだけの操作で存在していなかった部分の画像が生成されます。簡単すぎてびっくりですよね。 生成した画像をパソコンに保存するには、右上にあるダウンロードと書かれているボタンをクリックします。これで作成された画像を自分のパソコンに保存することができます。二つ目の機能はクリーンアップです。こちらの機能では画像の一部分を削除することができます。アンクロップと同様にまずは画像をアップロードします。次に画像の中から削除したい部分を選択します。 今回は後ろの明かりの部分を選択してみました。選択が終わったら、クリーンと書かれているボタンをクリックします。そうすると、選択した部分を取り除いてくれます。自動で背景も調整してくれるのはありがたいですね。最後の機能が Remove クグラウンドです。この機能はシンプルでアップロードした画像の人物の背景部分を削除してくれます。同様に画像をアップロードします。 アップロードしたら自動的に背景の部分と画像に映っているものを特定して背景の部分だけを削除してくれます。こんな風にクリップドロップでは様々な機能を使うことができます。これが無料で使えるのがすごいですね。いかがだったでしょうか。今回の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や Web のお役立ち情報を発信しています。 また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。